商品に選ばれなかった魚怪人様だ。今からお前を寿司のネタにして新たな新商品をこの私が PR しやる。怖い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 、やばい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 、助け呼びましょう、助け呼びましょう、誰か助けて。おい、お前待たせたのか。俺たちはせーのシャリバーンズ、シャリバーンズキック、シャリバーンズショップ。なんだそれは。おいレッド、行くぞ。おい行くぞ、必殺技だ、必殺技、シャリバーンズサー、やられた。シャリバーンズやりながらやってる千鳥、千鳥、千鳥よ、千鳥さん、よ、よ、千鳥さん、よ、取れたの。ちょっと待って、キープ、取った瞬間のシーンは心臓止まる。俺はこのまま行くぞ。やっぱフィッシュバーガー大好きですからね。ちょっとすいません、失礼します。うわー、どう、パンチがすごい、パンチがすごい、うん、なんかフィッシュバーガーやからあっさりしてるんかと思ったら濃いですね。あ、そう、すごいガツーンとくる。フライスターだ。あ、ごめんなさい、お肉、お肉に通って、正直、正直やな、普通お肉に届いてないから、もう一口いかしてください。お肉に行かなくてもね、どっから食べてもお肉には届くんですけどね。コビがすごい、口がちっちゃいからと、コビがすごい、ね、うん、はい、すごい、本当にお肉もジューシーで、うん、またフィッシュと違って、ま、ず本当にスパイスが効いてて、ね、本当に美味しいです。ライブさん、目ばっかですよ。そう、そうなんです、先ぐらいから大丈夫かな、大丈夫ですか。だから打ち合わせの時にね、はいはいはい、目真っ赤でロングコートを着て、うん、打ち合わせしてるのを多分見てるから、うん、その人が今これしてると思ったら多分だいぶ面白い。急に次やったシャリバンズ、すごい切り替えがすごいです ね。とにかく、まあ、2人で言ってたのは大きく見せようっていう、うんうん、体を、そこまでしてないね。敵にそこまで、と最初に会った時に大きさが一緒ぐらいやったんですけど、まあ、シャリバンズのとにかく体を大きく見せる動きっていうのだけ気をつけてやりました。いやでもリハーサルもされてないのにあんなにすごいクオリティが高いなと思って。低いよ。いや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 、すごい高かったです、高かったです。嘘、お前何を見てきた今。いやいやいや、本当にすごかったです。本当にお前っていうのは国民的に一緒のコンテスト、イモさんがクラバーガーを一緒に千鳥のおひどちらかお一人と食べに行くとしたらどちらと食べに行きたいですか。これは選んでほしい、これは、じゃあお願い、もう正直にでいいよ、うん、うん、ガチでガチで言うてよ、そう、どっちかと食べに行くんなら、そうそう、どっちか、いや、2人ともって言うのはダメなんですか。ダメなんだ、どっちか、もう、ほんとに、やったよっしゃよっしゃ、ありがとう。大悟さん、ごめんなさい、大悟さんとも行きたいんです、行きたいんです。でも、じゃあ、でもね、絶対最ここで大悟選んじゃダメ。あなたは自信持てよ。いやいや、そう大丈夫、いいんだけど、あなたは今わしを選んじゃダメな子なのよ。どういうこと。ナイス、選ぶなと思った。ダメ、ダメな、絶対選んじゃダメ、俺じゃないと。いいねって思った。なんか和ませてくれる方で、本当、うんうん、舞台裏とかでも本当に気さくに話しかけてくださって、うんうんうん、本当私の緊張してたんですけど、その緊張が本当に和らいだので、そりゃそうよ、ね、はい、選ばせていただきました。怖かった、楽屋の時は怖かったですね。楽屋の、そうです、ね、でもさっき二人で喫煙所でタバコ吸ってる時、タバコ吸わんやろ。まだ15歳です。この子が吸わんやろ、まず15歳です。誰が新人ね。